ライブ配信します。はい、皆さんこんにちは。今日は休日ですね。こんなお兄さんに会いに来ました。こんにちは。上ポンこと上野清人さんです。芋屋です。芋屋です。今日はですね、黒崎屋さんにちょっとお邪魔してます。見たことありますかね、黒崎屋さん。はい、富山市内にある生鮮食品屋さん、ね、ちょっと特殊なスーパーです。特殊なスーパーです。そちらの方にちょっと来てます。上野さんは、今日は焼き芋、焼き芋販売されてます。ちょっと見てもいいですか。こんな感じです。はい、焼き芋です。見えますかね皆さん。これどんな特徴が、とにかくうまいのは知ってるんですけど、紅はるかだけを焼いてて、ねっとり蜜があふれるぐらいの、すごいですね。もう見えますかね、蜜が出てきてるんですよね。時間、はい、2時間ぐらいかけて焼き上げてます。はい、ありがとうございます。今日だけ、ここは毎週土曜日だいたい、毎週土曜日だいたい来てらっしゃるということです。ここには他にもお店がありますので、ちょっとざっと見てみましょうか。カステラとかですね、太陽コーヒーさん、そしてうわまたうまそうですね、これは豚筋煮込み。そうです、豚筋煮込み。はい、これは今日だけですか。これも今日だけです。今日だけ。はい、何時までやってますか。今日は、今日は6時までやってます。6時までやってます。そんな形で黒崎屋さん、もちろん店内もあんま見せられないですけど、にぎわっていますが、まあ、外でもテイクアウトができますので、ぜひ近く取られる際は、立山連峰も綺麗に見えますし、ただちょっとにぎわってるので、まあ、密度はそれぞれ気にしていただきながらご対応いただければと思います。それでは最後に PR を。はい、だいたい土曜日黒崎屋で焼いております。宅配も受け付けてますんで、また覗いてみてください。はい、宅配もやってます。ということで今日は黒崎屋さんでした。それでは皆さん、落ち着いた休日をいってらっしゃい。